はい先生4月になりましたけども始業式などねそうですね自信があったりしたんで今年はいろいろだいぶいろんな学校始まるのにしても大変だと思いますけども前回も言いましたけども元気を出してですねいろいろ新しいことにチャレンジしていきましょうということですね今回もちょっとそういう関係のお話もまたご紹介したいと思いますので。はいす

ソフトバンクガラパゴス 005SH まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 122.8mm 幅 62mm 厚さ 15.4mm 重さおよそ 151g3.8 インチワイド VGA 液晶 800×480 ドットアンドロイド2.2搭載オートフォーカス対応有効800万画素カメラ マイクロ SDHC メモリーカードとなっておりますガラパゴスからフルキーボード搭載モデルの登場ですパソコンに慣れている人はメールやつぶやきもサクサクいけるのではもちろん充実機能や 3D 液晶で満足度いっぱいですはい携帯ピックアップです、はい、今回ご紹介する端末はこちら、はいはい、ソフトバンクガラパゴス 005SH カラーはビビットピンクブラック リリーホワイトの三色展開です。今回はソフトバンクのガラパゴスゼロゼロ五 S 一をご紹介します。はい、あの今社長カラーを読み上げてくれましたが、はい、まあホワイトはまあ正面から見てわかるんですが、はい、このビビットピンクとブラックはわかんねえよっていうのは、うんうね、う裏側を見ていただくとよくわかるんですが、こんな感じになっております、うん、ピンクが綺麗なね。そうですね。エナメルみたいななんか光沢が。 ブラックもこれはの光沢なんですけど手垢がっていかがかなり目立つからピンクはそうでもないんだけどこっちは結構目立つかなとそういう意味ではホワイトはもう全然気にならないということであともう一つはこの端末はいきなりあれですけれども特徴はやっぱりキーボードで開いてもらいますかそうそうこんな感じでキーボード開くきの顔もこんな感じになってますという感じで今回はこちらをご紹介したいと思います。ガラパゴスとといいうううう意味で言実はこ ね、前もあのガラパのこれあこのモデルの入れ、まあ、てしまうと今度キーボード付きバージョンみたいな感じだと思っていただくと、うん、分かりやすいかな、うん、だからこれは、えっと、フルタッチで基本的にはまあ操作をする感じになってるんだけれども、うん、それを今度こういう形で、えっと、キーボードをつけるとこういうふうになりますだからまあ正面から見た目とかはあんま変わらないんだけど閉じた状態で横で比較してみるとこんな感じですと。そうですね だからちょっとやっぱり気持ち,気持ちいいまあやっぱりキーボードの分だけとは言わないけどもキーボード、うん、まあちょっと分厚いかなっていう感じがで,、ね、でも実際に持った感じとしてはそんなに重く大きいっていうほどでもない、うん、ち,ょちょっとでまあ,まあ女の子は持つのうんみたいなところはあるけど、うん、まあこれぐらいなら共有範囲。はい 全まあこういう形の,そのボディーってうのもモデルのボディーのモデルになるんですけども、はい、実こういうキーボードが付いたモデルいわゆるクアティーのフルキーボードが付いたモデルっていうのは国内で売ってるスマートフォンだとあの、ね、映画にもよく出てくるブラックベリーとかが有名ですし、はい、あとまあ海外なんかでもいわゆるそのブラックベリータイプのものがたくさんいくつか出てるんですけど、うん、国内だと実は今スマートフォンの中だとこれ以外はもう一つは、うんえっと ドコモで出している LG エレクトロニクスのオプティマスチャットというモデルがあるんですが実はまあそれぐらいしかなくて、うん、でもいわゆる普通の携帯電話に振り返ると去年おとどしとかにあのシャープがあのドコモであのキーのついたのを、ねはい、出しましたけども、はい、SH03B とか SH04A というのが出ましたけど、うん、もっと言っちゃうとウィルコムの 00C というのがありましたけども、うん、やっぱりまあこういうスライド式のキーボードがついてるっていうのは。 やっぱり一定量常に人気が必ずあると、はいうん、だからまあ僕らが例えば普段使う時は「いやいやなんかこう普通に使うんだからタッチで使ってる方がかっこよさげない」みたいな感じはするんだけど実際やっぱり文字に入力するってことになるとやっぱハードキーがある良さっていうのがあってこれはやっぱり必ずこういう形でこういうタイプでは人気があるのかな。 えと2月のバルセロナに行った時に、はい、えとやっぱ海外の,そのメーカーさんとかあるいはその他のところの方にもいろいろ話を伺ったんですけどやっぱりテキストメッセージのコミュニケーションが発達してる国、うん、もしくは普及してる国は必ずフルキーというのは言っている人気があるそうです。はい、だからやっぱり全体量から言うと、はい、例えば全体の人半分とかその話ではないんだけどうん、うん、やっぱり何十パーセントがちゃんといるんで、うん、作る側としては常に考えなきゃいけないという状況だそうです。うんうんうん キーに関してはちょっと面白いところがあって、はい、これもさっきハッシャンと面白いねって話をしてたんですけど、はい、普通あのカーソルキーって左側にはないんですね普通大体、ねね、パソコンもそうですけど必ずね右側にあるはい、実はこれ左側についてますと。はい、っていうのがやっぱり非常に特徴的と。はい、であともう一つはやっぱアンドロイドなんで必ずこういうねメニューキーホームキー、うん、バックキーっての必ずあるんで。うん このキーがこの実は開いた方の中にもちゃんとレイアウトされていてカーソルキーの左上のところにバックキーその隣にホームキーからメニューキーは右下の右から2番目のところにありますとこれらのキーを使えばいつでもホーム画面に戻ることができるしバックキーでなんか一つ前の画面に戻る例えばここでメニューキーを押せばいわゆるその メニューの呼び出し、いわゆるあのサブメニューみたいなですね。うん、メニューの呼び出しもできるということで、うん、この辺はやっぱりいわゆるアンドロイドのお作法にはちゃんと乗っとってますよという感じになってます。で、やっぱりこのまあも、もう問題はここだよな。はい、なんでそれやねんって話したんですけど。<laughs> これで、ね、やっぱりあの、いろいろ議論はあって、昔からその、はい、他のドコモのモデルとかを話して、もそうだったんだけど。やっぱり、ね、右側にある、確かに便利だし、パソコンも右側にカーソルキーがあるんで、うん、右側って感覚あるんだけど。 やっぱり、ね、どうもやっぱり左側にある方が特にゲームああゲームうん ゲームをするる感覚がが、ね、左側にある方がいいで、えー、考えてみれば古くはファミコンの時代から、はい、まあ今はも,う P <あ> P も DS 3DS も3 DS もみんんなな左側なんですよ多少ね違うチャレンジをしたゲーム機もあったんだけどどうやっても、まあ、いろんなパターンあっても必ず最終的には左側に歩行機になるようにう戻ってきてるんですよだからやっぱり、はい、ゲームをしたりとか,そのなんかそのカーソルを動かすっていう行為は、うん、右側だと思ってるのはこれはパソコン野郎の考え方でゲームの人はやっぱり左じゃ <laughs> なるほどねでこれはもう ももしかするとと年齢層みたいなところもあってですねうん、うん、で今回はこの左側いうのにチャレンジしてみたそうですすでま,、ね、まあだからまあゲームは実際やってみると面白いと思いうしメールとかでカーソル動かす時とかはちょっと感覚は独特な感じはするんだけどもまあ慣れれば全然平気という感じですね。ねうん、であともう一つは、えー、っと当然これまあキーもう一つ大事なことっていうのは、はい、このキーの段数っていうんですかこれ見ていただくといわゆるアルファベット QWERTY の行が一番多い。はい その次は ASDFG いう2行目で一番下のがいわゆるスペースキーとその左右にいわゆる落物のキーが並んでるといういわゆる4段構成になってます。この手の端末を作るときに結構難しいのはこのここのキーを何段にするかっていうのは難しいこれちなみにパソコンでいうとこ数字のキーっていうのが実はこれないんですよ。 で数字のキーは結局この左下と右下にあるこの FN キーを押してから1とか、うん、FN キーを押してから 9W で12なんですけども、うん、っていう括弧で押しますと。だからえー、っとだからそういう意味ではこれをもう1行本当に出しちゃうと今度縦の 間隔が狭くなるのでよりボタンが押しにくくなっちゃうんだけど<う>数字を押す時よりも、うん、むしろアルファベットを押す時の方が大事なのでこれは4段構成にしましたと。うんうん、ノートパソコンの中でも最近ね4段構成のものが出てきてるぐらいなんで、はい、まあそんなにはまあ実はないと思いますけども、うん、じゃあ実際どんな感じで入力するのかってまあ当然これも僕らが僕らと反対向きなんでちょっと難しいんですがこれ今メモ帳を起動しましたと。でここでまあこういう形でまあ文字を入力してもらえばこ,うこれ今ローマ字化な変化で入力してますが、はい、例えばここで。 今日はって変換してここで今今日は何月何日って言っていたら4って出たしましょう時は FN キーを押してこの R ですねと4ってと押すと4っていう数字があると。はい いう格好になりますでこれだと分かりやすいんだけど、はい、例えば電話番号を入れるとか入れた時に111ちょっと FN をするって面倒くさいでしょその時はこの、えっと、FN キーを2回コンコンと押してもらうと、はい、ここの右下のところは FN キーのがほらグレーアウトしたでしょこれでもう数字が1234567890、うん、という形で数字が入ると。るるね、で同じことは実は、えっと、こういわゆる FN キーの方じゃなくてシフトキーのこともできる。はい、例えば、はい 今これ日本語入力ですが例えばアルファベットにして ABCD みたいな感じで A は大文字なんだけど b c d はちっちゃくなっちゃったよみたいな感じこの時はこれはやっぱり当然のことはシフトキーを使うわけですが、はい、A を入れた後、えっとシフトキーを押して B とかしてシフトキーを押して C とかするのは面倒くさいんでんい,、うん、いわゆるパソコンのキャップスロックと同じで、はい、えこの辺は A を入れた後このシフトキーを2回コンコンと押してもらうとやっぱりグレーアウトするんでここで。 B、C、D、F、G とと全部お文字で入る,とる f n キーとシフトキーのこの2回押しっていうのが結構鍵なんでこれは結構大日本語の強い 2>, 2回押しあとはこれ,これ今これメモ帳なんでできないんですけど、はい、例えば今度はじゃあメールの画面に行ってみると分かるんですけど、はい、これがメールの今入力画面ですけどここで例えばえっとさっきみたいに「今日は」とか入れて変換としてコント入りますと。 これ何か入れたいなと思うとに8、まあ、ちゃんなんで当然ここは絵文字でしょうと。うん、そしたら絵文字がこう絵文字キーがあるんで絵文字が出てくるんで、はい、この中からまあこれじゃあ「はい、ここでにが」っていうマークを入れてみるとかっていうことでもできるしもちろん前絵文字とかいわゆるでこめ絵文字に相当するものですね。ありますし当然記号を 顔文字というこういう形で入れることもできます。当然あとソフトバンクなんで入力した。あと、このラでこうしてもらえればえ勝手にデコレーションもできるとか。うんうん、テキストのコミュニケーションに関してはこんな感じでま。まあ、そこはやっぱちゃんとその洗練された、はい、ユーザーインターフェースになってるんで、まあまず、それほどストレスはないかなという格好だと思います。うんうん、あとはまあそのハードウェアの話になると、基本的にはこの前ご紹介した。この003と。 ほぼ同じ兄弟モデルだと思ってた若干違いはありますけれどもうん、うん、ほぼ同じですアンドロイドは最初から2.2だし、はいえー、ですので、まあ、パフォーマンスは結構いいです、はいえー、それから CPU に関しては q u a l c o m の、えー、スナップドラゴンの第2世代、うんえー、MSM の8255っていうのが搭載されてるんで 1GHz 動作なんで結構早いですね、はい、前のちょっとご紹介したあれですけど、まあ、プロセスというのを前回ちょっとご紹介したと思うんですけども、うん、プロセスというのは要するに、まあ、より密度の高い えー、集積回路を作ることができる技術ということなんですけども、うんえー、これも、えー、45ノノという新しい方を採用されてるんで、まあ、そういう意味では国内で販売されてる端末の中では結構割と、はい、あの電池の持ちはまあまあいい方ではないのかなという気がします。もう一つはこの、まあ、さっきのスライドのキーボードのとこなんですけども、はい、で横にしましたと横にして、はい、しででこう持って開いてみてください。押すとほら こんな感じで,です、ね、立ち上がりましたよ。自動的にこういうメニューが出てきます。これはいわゆるそのスライドメニューと呼ばれるもので。キーボードを使う時の操作に適したアプリケーションが。あらかじめ登録されています。うん、ミクシとか、あるいは日記を書くとか、かツイッターとか、はい、メールとか、はい、あるいはその辞書だったり。うん、えっとグーグルの検索だったりと、うん、なおかつ当然これはカスタマイズできるんで、自分で追加したり削除したり。だから、基本的には何かしたいなと思ったら。うん、ポケットからヘッド出したら、開くと。 開くツイッターであればすぐにつぶやくという格好ができるもちろんそれは Gmail でも SMS でも何でも構わないということで、はいはい、それぞれすぐに使うことができるとそのほかスマートフォンどうしてもこれから行く時にっぱ気になるのは赤外線からお財布携帯、はい、今回もすでにオンとかもあらかじめ入ってたりしますけども。はい そして、えーまあ、あの災害の時にも大変役に立ちましたが、マンセグ大事ですよね、ね<れ>やっぱりね。うん、で、えー、この辺もしっかりしてると、あとは、はい、他のメーカーさんのって言っちゃうと、他のメーカーさん、ちょっとかわいんのあまりは言っちゃいけないんですが、でも現実的に比較をすると、やっぱり無線 LAN の簡易登録とかもちゃんと入ってますんで、うん、設定メニューのこの w i f i のところを見ていただくと分かるんですけども、こういう形で出てきますと、ちゃんとここに、w i f i 簡単登録と公衆無線 LAN 自動ログインってありますと。 だから簡単無線 LAN 登録すると、まあ、AOSS と WPS から選ぶことができるし公衆無線 LAN 自動ログインもあらかじめ BB モバイルポイント、うん、ホットスポットワイヤレスゲートライブドアワイヤレス Wi−2 サミットそれぞれ まあ、あらかじめ用意されてるんで、うん、じゃあ僕は BB モバイルポイントのユーザーだったらここで BB モバイルポイントの ID とパスワード入れとけばまた、あ、勝手にログインしてくれると、うん、この辺の使い勝手っていうのはやっぱり全然やっぱり多少とは違うかなり出来のいいところだと思いますんでこういうところしっかり細かいと、はい、あとまあ非通知着信拒否とかもちゃんと入ってますんで、えー、まあ安心して使えるのかなという気がしますが。うん、こちらの 以前の、うん、あ、これ、ね、はいゼロゼロ三 sh とゼロゼロ五 sh の違いっていうのはもうキーボードだけですかあのねの実は、はい、実はねあの実はもう一個あるんです確かにこのキーボードのあるなしもあるんだけど、うん、実はカメラがですねはい、うん、こっちえっと九点六メガの CCD こっちあの実は八メガの CMOS なんですねだからちょっと実はカメラの仕様が若干違いますこれちょっと、はい ちょっとあれなんだけど若干あの003の方がもしかしたら CCD なんで暗いところは強いかもと画素数の違いの差はそれほど大きくはないと思いますが<え>若干こっちの方がカメラは強めかなと思ってまあそれよりはあまあでも十分タキシに比べれば十分アドバンテージのある、うんえー、出来だと思いますなるほどこれね本当こ項をつけがたいんですけど、はいはい、僕的にはスタンダードはこっち。 37のに使う私みたいにな、まあ、そうメールバリバリツイッターバリバリの人はこっち、はい、やっぱりテキストをどれぐらい。 使うのかっていうところにやっぱりすごく差があると思うんで、はいはい、そこはこっちが有利なのかなって、逆にあのそれこそ2台持ちとかにしちゃう。人はもうこっちでうん、うん、ええと。なんかスリムな方がいいわっていう人もありだと思うんで、うんうん、まあその辺だと思いますね。やっぱり最初にやっぱりテキストどれぐらい使うのかにやっぱりすごくよると思います。だから、本当に資材のメモとかガンガン取っちゃう。ような人は実はこっちの方がいいんじゃないの？みたいな気もするんで、うんうん、その辺も含めて考えてもらうといいのかなと思いますね。うんうん 指示書です。はい、どうぞ。ニョン。<れ>真ん中これ。はい、えー。隠れたおすすめ機能。あんま隠れたはないな。ないからないんでないことにするんですが、<laughs> あのー。はい えそうですねまあ HDMI の出力とかも基本的には003とかと同じなんで、はい、まあ他のものも含めて基本的に003と同じだと思っていただいてまあ兄弟モデルなんで、うん、えいいと思うんですが、はい、個人的に、あのー、僕も入れてみてまあこれまあもしかしたらこう。 面白いかなと思っててちょっと今いじくってるんですけど前々回にもちょこっとご紹介したんですがあのガラパゴスといえばもう一個のガラパゴスという名前でいわゆるその蔦屋さんと提携してやってるっていわゆるメディア配信サービス今のところはその電子書籍がメインですけどもまあそれがまあ普通にアップリでダウンロードしてきてユーザー登録さえユーザー登録はただです。たただででで登録さええしちゃゃばここここうういい形で自分の本棚ができてここにこれ僕は買っももんじゃないですけども こういうのはありますよっておすすめがですね<ー>実はガンガン届いてくれますでこのおすすめの中からなんか,<ー>なんかこ,これはどうなんだろうと思って、まあ、ダイムとかを選んでこれ三百二十円でこんな感じってこう表紙が出てきて、うん、でこれはあの基本的に今これはあのまあここでダウンロードした,りしたいと買えないんですけども、はい、それ以外にもこのあのストアに行っていただくと。 これ時期によってあったりあったりなかったりするんで今リアルタイムにあるかどうか分かんないんですが下、うん、に行っていただくと実は無料で試せるコンテンツもあるのでそういうのを楽しむのもありかなとじっくりまあ本を読んでいただくのもありだと思いますしあともう一つはやっぱりこのメディア配信サービスのガラパゴスの関しては、はい、いいのはやっぱり自動配信がある。例えば雑誌ととかか新聞とかで、はい 毎週買買っっっててるるのに買えなかったってあるでしょうん、うん、コンビニに行って駆け込んだらあそこいつも3冊しか入荷しないのになんかあの髪の毛の,あの赤茶色い人がなんかいつも買っていくの私の本いつも買っていちゃうのよって話はよく聞きますけどもそういうのがやっぱり基本的にはここにバッと届いてくれるんでまあそういう意味では非常にいいのかなと。でまあ例えばスポーツ新聞とかもその例えば撮るのは大変だけどじゃあここで楽しみましょうってのもあるし今スポーツニチとかも配信会してますからそういうのもありだと思いますしもちろん 書籍も雑誌もありだと思うんで適購読の適配信っていうのは結構、まあ、有効なポイントかなと。うん、で、まあ、今のところやってないんですがこの前インタビューとかでそのこのガラパゴスのサービスをやってる、えー、方々にお話を伺ったら次は動画をやりたいと。うん、で当然それは蔦屋さんってことになってるんで DVD、うん、になるかどうかこれは今度はウッド次第いう問題になってくるんで、うんはい、なかなかそこは難しいんですがそうでなくても今だんだんそあのテレビドラマとかその短編の,そのドラマとかも、うん いわゆるネットワーク配信で増えてきてるんで、うんうん、そういうのをここでまあ定期的に来るとかあるいは自分で選んで好みをやっとけばレコメンドで来るなんていうのももしかしたらあるかもしれないんで僕は結構このガラパゴスサービスは結構いい、まあ、この端末を持ってる人もしかもこっちでもいいですけどね。はい こうしてもいいですけどもゼロ三の人もですけどこのいわゆる対応機種持ってる人はまあ登録しておいて損はないかなと意外に楽しいいいですね買いあの雑誌とかね買い逃すこともなければ今度ね動画とか配信されれば見逃すチャンスなくなるわけですよねだからそういう意味では HDMI が付いているのはそういう意味でも非常に有意義だと思うしあとはまあ今回ちょっとご紹介しなかったんですけど前からよくお話しているレコーダーから はい、でこっち側へダビングして、うん、でこっち側で、えー、昨日のドラマを見るっていうのも一応できるんで、うん、その機能とかも使っていただくといいのかな、はい、ということでこの辺が、まあ、まあおすすめ機能すすめということになりますけどもぜひ,あのぜひ試してみてください。です あの先生今回ね地震が起きて以来、はい、テレビや新聞を見ているとねすごい何か被災地の んか自分たちができることは何かっていうことで貢献したいんですけども、うん、携帯電話でで何かかきることってありますか、はいはい、僕らは携帯のお話をするので、はい、携帯のことだけしか言わないっていうのもあれなんで、はい、まあせっかくなんで言いますけど、はい、阪神大震災の時もよく言われたんですけど、はいあのー、貢献できるからっつってそのボランティアに行くのもその、うんね、ボランティアに行って。 ったたたま迷惑かかるる話ででもあのやっぱり一番大事なことは僕らが今できることは求められてることをやりましょうってことなんでやっぱりまあ一時にもやっぱり現金ではないかと募金をすることではないかと。ですね逆に言うとそれをお金払ってあとは何もしないのかって話ではなくて今はやっぱり募金が必要なので募金をしてそれをちゃんと政府とかそういうところがまとめたお金をそれが例えば復興のための例えば皆さんのお家建てるのに使ったりとか道路作るのに使ったりとかってこと となるので、やっぱり一にも二にもそこはお金でしょう。で、この先ね、はい、しばらく時間が経って。例えば、少し、例えば、街がこう、なんか、例えば、少しできてきましたとか、うん、って時には行って、うん、そこで。 大変でしたねってねそこでまあちゃんと今度はまあそこの町でお金を使ってあげてそれで町に還元するっていうのはまあ僕らの仕事もちろんそのボランティアを今までやってる人はね、はい、まあそういう団体とかでちゃんと申し込んでやって行くのは私、ね、は点ではね全然全然もうそんなのもう,も,うもう阪神大震災の時は本当にもうそれもうどうかと思うような話はたくさん聞いたんで、はい、まずはやっぱりだから素直に僕らができることはやっぱり携帯でとりあえずできることをやりましょうということでえ今回はその現金とか募金とか寄付の話をしましょうということで、はい。 実は、えっと、募金とか。 まあ当然ね街中でもこういろいろこう募金したりとかコンビニとかなんかあったりして募金しますのでやってますけども一番簡単なのはやっぱり携帯でペット募金できますのでこれはもう本当にあのいつでもできる話なので思いついたらもうこの番組終わったすぐやっていただいても構いませんでドコモはえっと被災地支援チャリティサイトというのをもとやっています今回エキディディアも被災地支援義援金サイトとやってますでソフトバンクはえっと東北地方太平洋沖地震義援金プロジェクトっていうのを三月の 末までやってるということだったんですけど、うん、ぶっちゃけ言うとえっ、ー、と、はい、今まだその終わりが3月31日でその後どうなるかって今の段階で僕らは録画してる段階でわからないのでまあやってるかどうかはありませんが一応もともとはやってるんでそれでアクセスしていただくとわかると思います、はい、チャリティサイトは結構皆さんそのそれぞれ工夫をしていらっしゃって、はいえー、ただ単にお金ちょうだいっていう話ではなくて、うん、壁紙とかコンテンツを買ってくださいとうんなるほど、うん、だからコンテンツを買っていただいて、はい、そのコンテンツのお金で、えー、まあ 向こうに対して、まあ、最終的にはあるところがまとめて、うん、それで向こうにお金が渡るという格好になりますんで、うん、まあそれをやっていただくといいのかなと思います。はいはい、で今回はちょこっとですね、まあ、あのー まあちょっとだいぶ古い玉なんですけど僕が守ってるこの前の前のブラビアフォンでちょっと今英雄でやってみましょうということで,ですねやってみます。はい、基本的にやることは簡単でえっと e y w e b のトップメニューにアクセスしていただいてもういきなりにね被災地支援は現金こちらみたいな感じで出てるんですけどここからアクセスすることもできますし僕らが今収録してる狂言材はこうやって出てるけども皆さんが今日見てる段階ではないかもしれないその場合は災害伝言版のところからもアクセスできるようになってるはずです。今回、うんうん、はこ、い 被災地のところから行きましょうということで義援金を補助するで、そうすると被災地の義援金の、えー、サイトに行くんで何の、えー、と義援金をやりますかと。 はい、いうことでここでは東北太平洋沖地震っていうのがあるのでこう現在受付中の中から選びますと、はい、今現金やってますよってことですね3月の半ばになんか鳥山明先生からも壁紙いただきましたみたいな感じであとはまあリスモの壁紙とかあるんですけども、うん、今回はここでえっとリスモの待ち受けフラッシュ840円っていうやつですね、はい、でこれにしてみようかなと思いますでこれ真ん中はペットをしますとそうするとこういう形で出てきますでこういう壁紙が今出てきてるんで でこのこれをいただくこれをダウンロードしますということでここでまあダウンロードするんですけど当然ここで皆さんお金を払う、うん、募金なのでお金を払います,、はい、いま,すまずダウンロードのところをクリックしていただくとダウンロード1回あたり840円が待ち受けフラッシュで提供しますと、うん、でこれお金を払っていただくと、えー、これには通信料は含まれませんって話で7日間は再ダウンロードできますよみたいな感じで出てくるんでこれで OK だったら ここで購入するというところのリンクに合わせて押すと。うん、なるほど。でそうすると、で,、ね、でここでこれはコンテンツを買うので、うん、要するに着歌を買うときとかと基本的には同じです。でここでは必要なものはここでプレミアムイージーパスワードを入力してくださいとできるんで。うんうんうん ここで、えー、まとめて支払いのためのこのプレミアムイージーパスワードを入力しますと OK って押すとダウンロードを開始しますと、はい、このダウンロードで別途通信料はかかりません、えー、購入後7日間は再ダウンロード可能です、うん、7日以降は別途購入費用が発生しますということでここで今ダウンロードって押すとでで今ダウンロードしてますねはい、はい、ダウンロード終了しましたで、えー、っと OK とそるとここで終わりなんで でで最後ににトップページに戻るとでこれで終わったんで、はい、じゃあせっかくダウンロードしたもんですからす、ね、これはやっぱり今ねブラビアのロゴが入った壁紙が今ついてますけど、はい、これはやっぱりあの <laughs>、ね、せっかくダウンロードしたんでで,で、えー、と今グラフィックのところを見たらこうリスモのこのあれが、えー、とマッチ行ックフラッシュがあるんでこれで OK とあ出ましたね出ましたねで、うん、これをサブメニューから「登録」ってしてマッチ行ックフラッシュがのやつ「はもうすでに設定されてる できましたとした、ね、こういう形で、うんえー、この端末では840円の募金ができましたと。はい、で基本的に同じような方法で、えー、ドコモの場合はアイメニューから「お知らせ」えー「企業情報」「社会に対する責任」「被災地支援」「チャリティーサイトと」と一部ドコモのホームページとかで QR コードも載ってるんで、はい、そこからアクセスしていただいても結構です。うん、でソフフトバンクヤー、ah はい、携帯かららお知らせ 東北地方太平洋沖地震義援金受付というところがあるのでそこに行くとお父さん壁紙とかも含めて100円315円525円のこんなやつが購入できますとそれでは義援金として送られますとちなみにスマートフォンとかも一部こういうことをやってるんですがまあ意外にさすが手早いなと思ったソフトバンクさんは iPhone 向けのこういう募金をするためのアプリっていうのを用意してますとこういう形でソフトバンク簡単募金というアプリがあります。こういうい形でアプリが起動しますと はい、でここからもういきなりここで東北地方を太平洋地震現金プロジェクトっていうんでこうやって選んでいただいてこういう形で募金の方法ということで募金の方法にはソフトバンククレジットカードを使っていればのソフトバンクマネーとあと普通のクレジットカードを選べるんでクレジットカードとご利用可能なカードビザマスターが出ていてここで募金をするんだったらここで募金をするといって選んでもらって。 えまあここでここからはえっとブラウザを起動することになるんですけれどもブラウザを起動して実際にここでクレジットカードのまあ入れる募金の金額とえクレジットカードの番号なんかを入れて最終的に募金をしますという流れになりますと基本的にはまあ,あ,のまあそういう使い方をしますのでクレジットカードの番号を 3G の携帯電話ネットワークで入れるのはちょっと不安かなって思うじゃないですか、うん。はい w i f i よりは、えっと、これ一概には言えないですけど 3G のネットワークの方が比較的安心だと思っていただいていいと思います。はい、言ってしまうと ここと基地局の間基地局からソフトバンクのそのセンターまでの間ってのは事実上ソフトバンクの全管理下においてデータが送られてるんで w i f i は知らない例えば知らない人のところを経由していくんでどこでどうなってるか分かりませんからそういう意味では3ーのネットワークの方で使ってる方が満心だと思ってるだからクレジットカード番号を入れてあげだいても基本的には大丈夫だと思います。ということでこういう形で気軽に普通の携帯電話でやるのが一番簡単だと思うんでこれ請求された額は基本的には月々の皆さんのお支払いからえっと まあ引かれるという格好になりますけれども、うん、こういう形でちょっとずつ貢献していくといいのかな、うん、という気はします,、うんすね。常に身近にねある携帯からね、うん、そういうことができると思いますね。 いいと思いますのでそのほかにもいろいろ多分これから各携帯電話会社の方で支援のプロジェクトが動くと思いますのでその辺は携帯の人とかでは随時ご紹介していきたいと思いますのでそれを見ていただいて頑張って東北地方を応援してですね私たちの心は皆さんと共にありますので頑張りましょう。 はい、先生、今回は「ガラパコス 005SH」をご紹介しましたけどもあの私なりの意見としてはこの自体がドコモさんで見てくれないかなっていうのがぶっるほけすごい思ったなるほどドコモだったらいいのかない。はい、ってキャリアを変えるというのはちょっとね別な次元の話なんですけど、はい、そういう意味で言うとその女性が持つスマートフォンっていうのはなんかコンパクトでとかいろんな話はあるんだけどももうこういう選択肢は確かにやっぱり っていうのはやっぱりあるよね、うん、っていうのはやっぱりなんか感じたところですよねそうですねすごいあの使ってみても、うん、あの 使いいやすすんですよ実際に、うん、ということはそうなのであのぜひ、えー、とどこをもは誰に言う山田社長ですかみたいな感じですね <laughs> ぜひあのご検討いただけるとですね僕的にはキーのつくスマートフォンっていうのは、まあ、やっぱり一定量人気があると僕は思ってるんで,、はいはい、である程度やっぱり文字入力やっぱりたくさんする人ってやっぱ慣れてくると、うん、やっぱりそれ使いたくなるんで,、うん、で今回も実はインターネットマシンが実は前ねあ,のありましたけども、はい、あれがちょうど今から約2年前だったんでまあそ ここからの買い替えとしてはやっぱりかなりこの端末というのはキーがやっぱり付いていると同じ意味でいうと非常にいいんで、うん、実は我々のその仕事している仲間のうちの一人、はいえー、従来のインターネットマシンからここに機種変更した人もいるぐらいなので、まああの皆さんそういう意味ではそのタイミングの人はそろそろ考えてみるといいのかなと思います,す、ね。フルタッチもいいですけどキー操作もいいですよっていうね。ね。フルタッチも結構うまく操作できると思いますね。うん、あと今日お話しいただいたですね、3D 液晶も結構いろいろ遊べるところはありますし、はい、コンテンツもたくさんありますので、はい、ぜひいろいろ試していたけたいいかなと思います。はい you